ラグランジュはフランスの俳優、本名シャルル・バルレ、モリエールの劇団で活躍した。彼の信頼の最も厚かった団員で劇団の会計係をも任されているが、それに伴ってつけていた帳簿はモリエールやその他の団員の動向を正確に後世まで伝えているため重要な研究資料となっており、その功績は極めて大きい。 エクトル・バルレとマリー・ド・ラ・グランジュの間に生まれた。詳しくはわからないが、彼らは1634年にパリで結婚し、1636年にはモンペリエへ引っ越し、そこで二次を設けた。息子のアシル・バルレと娘のジュスティーヌ・フランソワーズである。ジュスティーヌが生まれてからモンペリエを離れた。シャルルの青年月日がいつであるかはよくわかっていないが、 1639年の年末か、1640年の年初である可能性が高い。1642年には、一家はパリにおり、同年の2月12日に、アシルとジュスティーヌはサンニコラデシャン教会にて洗礼を受けたが、間もなくして、両親を失い、孤児となった。1659年、モリエールが率いる劇団へ入団した。 モリエールは13年にも及ぶ長い南フランスでの巡業を終え、パリへ戻ってきたばかりであった。若くて魅力的であった頃は、主演、それも大抵、モリエールの追従者の役を務めたが、チャールズ・ディケンズ・ジュニアは、この役柄に関して、登場人物の中で一番つまらない役であると、記している。後々、ラグランジュは、ラシーヌの悲劇、アレクサンドル・大王』や、 ドンジュアンの主役を演じたり、人間嫌いではアカストを演じるなど、幅広い役柄をこなすまでになった。また、劇団の記録、会計係も務めている。すべての作品の興行成績を記録し、劇団に影響するモリエールや団員に起こった出来事についても書き記した。このラグランジュによる記録は、17世紀のフランスを研究の対象とする学者たちにとって、 研究のための重要な文献となっている。1664年には、モリエールに代わって、観客に講演を行ったり、作品紹介したりする工場師も務めるようになった。マリー・ラグノー1672年4月25日、復活祭による休暇中に、マリー・ラグノーと結婚した。彼女は、最初気取りにおいて、プレッシューズたちの駒使い役を演じてから、 マロットとして知られるようになった。最初、ラグノーは劇団の女優であったカトリーヌ・ドブリーの駒遣いとして劇団に入ったようだが、次第に早くを与えられるようになり、マロットと名乗って活動を始め、すぐに女房学校においてジョルジェット役を演じるに至った。1671年にはエスカルバニアス伯爵夫人の主役を演じている。マリー・ラグノーはパティシエを制御とする。 シプリアン・ラグノーの娘である。シプリアンは、現在、エドモン・ロスタンによる戯曲、シラノ・ド・ベル・ジュラックに登場する人物として、名前を残している。ラグ・ランジュが彼女と結婚してからほどなくして、彼女は、モリエールの劇団の正式な団員となり、1680年には、義理の兄弟であるアシルと共に、コメディ・フランセーズの創立メンバーの一人となった。アシルは、ベルヌ・イユという名で知られている。 モリエールが1673年に亡くなってから、パレロワイヤルの使用権がジャンバティスト・リュリーに移り、劇団は本拠地を失った。ラグランジュは劇団の立て直しに奔走し、ゲネゴー劇場を新たな本拠地とした。1680年には、国王の命により、ブルゴーニュ劇場の俳優たちを吸収し、コメディフランセーズが創立されると、彼は新劇団でも工場誌を務めた。 1682年には、モリエール全集を観光。この全集は、モリエール亡き後に、未亡人アルマンド・ベジャールに原稿を託され、発行を頼まれていたものであり、彼は、忠実にその任務を果たした。それに付する序文も彼が執筆した。1674年、サミュエル・シャピュスソーは、俳優としてのラグランジュを次のように表した。 ラグランジュは、悲劇から喜劇的な役柄まで幅広くこなせる、とても優れた俳優として一般に広く認識されている。中肉中性にもかかわらず、とてもスタイルはよく見えるし、ほがらかで悠然としているが、これらは彼を見ただけでわかることだ。彼は、モリエールの後を弁士として継いだだけでなく、劇団の経営状態の改善に関わるなど、聡明で信用のおける男である。 白水社は、モリエール名作集1963年、観光版、川出処房は、世界古典文学全集3から6モリエール1978年、観光版、筑く書処房は、世界古典文学全集47、モリエール1965年、観光版。ありがとうございます。